こんにちは、柴田です。今回は Amazon で話題のバルファイターをレビューいたします。こちらね、バルファイターご存知でしょうか。 SNS でね、若干話題になってたんですけれども、どうすか、バリトラな感じ。まあこれね、ハリなんでしょうけど、見た目はね、めちゃめちゃかっこいいっすね。Amazon でなんと29,999円。このギターにプラスソフトケースですね。こちらの、まあしっかりしてる感じのソフトケースと、あと初心者セットみたいな感じだったんですよね。これアームと六角レンチ、そしてチューナーとかストラップとか弦、シールド、ピックですね。まあ、その辺がついております。先ほど届いたばっかりで、チューニングだけね、してみたんですけれども、まだね、全然調整もしてない状態。まあ、そんな状態で、どんな感じかというと、意外とね、しっかりしてるんですよ。もうネックもね、割とね、固めな、しっかりした感じで、ボディはね、バスウッドみたいなんですけれども、若干ね、これ重量感があるんで、アルダっぽいなっていう感じはするんですけどね。あ、でもこれ、張りじゃなくて、色か、塗ってる感じですかね。木というよりは、デザインですかね。こんな感じです。こんな感じになっております。すごいっすよね。うん、このゴールドがまたいいっすね。想像してたよりもね、レベルがね、かなり高かったです。全然ね、この辺ね、全く調整してないんですけれども、弦高もしっかりした状態。フレットのバリもね、全然ないし、ミディアムジャンボですかね。いいフレットですよ。処理もしっかりしてる。3万円というと、まあ、スクワイヤーも買えるくらいなので、お安いギターの中でもね、かなりね、競合揃いというか、割としっかり選べるレベルのギターになってくるんですけれども、これはですね、ペグはね、ロック式になっております。まあ、メーカー不明ね、ノーブランドのロック式なんで、超いいかというと、まあ、そこまでではないんですけれども、まあ悪くはないかなと。ナットとかね、この辺の作りはね、すごくしっかりしてますね、フレットとか。じゃコントロール系いきましょうかね。ボリュームにトーンで、これスイッチ、タップっすかね。5ウェイになってます。ダイキャストですね。で、ハム、シングル、シングルと。うん、生音からすると、結構こう、抜けよくも、ネックがね、割としっかりしてて、太くはないけど、まあでも若干太めかな。太めな感じで、しっかりしてるんで、ミッドも出そうな。うん。ネックの隙間とか見てみますか。あー、でもしっかりしてんな。ビシッと収まってますよ。ではでは早速鳴らしていってみましょうかね。どうですかね。ではリアからいきます。もうハムだけど結構やっぱさっぱりめな感じ。まあ今風っすよね。これがあやっぱタップですね。センター、うん、まあ、出音のスピード感もね、全然悪くない。いい感じです。レスポンスいい感じです。フロント、やっぱフロントもさっぱり系、バランスはいいですよね。リアのハムでこうでフロント、
もうバランスいいんですよね。さっぱりしてる。まあ今風っすよねこれね。ちょっとミックス音いきましょうかね。でタップのミックス、フェーズぐらい小さくなる。こういうのね、ギターだけ弾いてると違和感ありますけど、バンドの中ではね、結構いいニュアンスになるんですよ、これね。いいアクセントに。ほんとクオリティ上がってますね。ちょっと歪ませましょうかね。オーバードライブ。ここまでだったらまあね全然いいんじゃないかなっていう感じですね。方向性としてはねどうなんだろう、まあ近代的な感じ、まあ、見た目をね重視する人に向いてるのかもしれないけれども、しっかりと音もしていると、作りもしっかりしていると言っていいんじゃないでしょうか。他にもね、まあ、テレとかね1万円台で売ってたりとかして、あとリズムマシーンとかディストーションが内蔵されているギターとかもあるんですよ。それはね 59,999 円。ぜひ Amazon チェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。